続きまして基調講演に移らさせていただきます。 Today's keynote speaker is Mr. Makoto Ishiwata. He is a president of Lange School Kaplan Japan. He is also a vice president of education of Aoyama Lunch Toastmasters Club. He has a great favor of enhancing Japanese old powers of expression in English. The title is Making Our Speech Shine and Sparkle. 本日の基調講演のスピーカーは石渡誠様です。石渡様は英語学校カプランジャパンの代表を務めで、また青山ランチトーストマスターズクラブの教育担当副会長を担当されています。日本人の英語力と発信力を鍛えることに情熱を注がれており、本日もカプランジャパンでの10時間半セミナーの合間を縫ってこちらにいらしてくださいました。それでは輝くスピーチにする秘訣というタイトルで熱い思いを語っていただきます。Now, are you ready for keynote speech? Yeah. Let's go! Let's go! Let's go! Let's Thank you very much. Thank you for your introduction. And good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for welcoming me in such a warm manner. And I'm so honored and privileged to speak in front of you. And I was just told that I could speak longer. But my time is at the 3:10. I was first told maybe 40 minutes, but now I was told I'm given for 1 hour. To be honest with you, I haven't really decided what I should talk about, because this is such a precious occasion. I've been just thinking about how I can make the best use of this time. And I understand that I'm going to speak, I'm supposed to speak both in English and Japanese, so let's see how I can handle this. First, let me just speak in Japanese a little bit too. 日本語でも失礼します。石渡と申します。よろしくお願いします。今ご紹介いただきましたように、私も青山ポスト、ランチポストマスタークラブ、去年の夏から所属させていただいてまして、いや本当にですね、このトースターマスターズクラブってすごいなと毎回思ってまして、それなりにこういうふうに皆さんの前でお時間をいただいてお話しするということで、人生初めてのプレッシャーを本当にですね、青山の場合には、第2火曜日ということで月に1回あるんですけれども、素晴らしい人たちばっかりで、もう毎回毎回学び、でよく私は実はこれから少し話させていただきますけど、30年間英語を教えてます、スピーチも教えてます。なのでなんでトーストマスターズに入ったんですかなんて聞かれるんですけども、本当に私が勉強したいこと、また勉強しながらいろんな方々とシェアしてお伝えしたいこととバッチリしてるんですね。例えばそもそもトーストマスターズクラブが掲げているコミュニケーションとかリーダーシップスキルをスピーチを通して磨いていく、このようにプロジェクトを通して磨いていくというのは私がやってきた信じているものそのものですし、で実際毎回自分のクラブに参加するために素晴らしい人々の出会いと、また自分がスピーチするだけではなくて皆さんの行動だとかスピーチを見ていて学ぶことが非常にあります。それと教えていますと、自分は結構いろんな生徒のことをなんだかんだ言うんですけれども、果たして自分はどうなんだと30年でやってるとですね、一応それなりになんか先生っぽくなるわけです。なので周りの人も言いにくいかな、私は実はオフィスでよく他の教師にどう思うと自分のスピーチって言うんですけど、ほとんどの人が分かりませんとかですねもういつも聞いてますから何を今更先生言うんですかってやるので、まあ、そういうこともあって青山団地に入らさせていただいて、スピーチを例えば少しするだけでも皆さんのフィードバックがすごいありがたいものがありましてですね、もういろんな学びを得ております。今日は、3つに分けてお話をしたいと思います。1つは私の
過去どのように英語を勉強してきたのかというようなこと、どのように教えているかということを15分間ぐらいで話そうかなと思っています。2つ目は、実際にどういう形で私自身が勉強したものを自分の生徒に伝えようとしているのかというのを、今日は恐縮なんですけれども、皆さんとご一緒にちょっとデモンストレーションさせていただければなと思っています。で、3つ目はお話ししていきますけど、私の人生を変えたと言ってもいいスピーチの一つ、キング牧師の I have a dream というものを鑑賞させていただきたいな。フルでやると20分近いんですよ、用意しましたという流れでございます。 Okay, so I'm going to talk about myself first, and then I would like to give you some kind of demonstration as to how I try to improve everybody's English and presentation skills.And at the end, I'd like to deliver Dr. Martin Luther King's I Have a Dream speech. Oh, speech. さて、それでは日本語の部分です。私の話をさせていただきますけど、実は私はですね、すごい自信を持っていることが人生であるんですね。それ何かというと、自分はなかなかいい英語の教師だと思ってます。なぜかというと、全く英語ができなかったという経験からなんですね。まあ、よく英語の先生ってよく言うんですよ、私はできなかったとか。本当かなと思うがあるじゃないですか。私は本当にできなかったんですよ。一応言い訳としては、高校時代に野球をやってる。で、野球をやってると、まあ、日本の方はもちろんご存じだと思いますけど、結構一生懸命やってていろんなことが許されるんです。私の場合はクラスの一番後ろに座って、授業中はご飯を食べる。大きくしたかった体をね。ずっと1時間目からずっと食べるんですよ。もうお弁当2つから用意してます。あとはなんか重い横を持ってですね、リストを強くするって言います。で、だいたい開けないんです、先生は。私のこと無視です。社会科の地理の先生だけがなぜか私が好きで、石渡りっていつも指すんですけど、で、周りくつつ笑ってて、石渡りじゃない、石渡なのに、あの先生覚えてないのに、なんで石渡りばっかりそう指すんだみたいな。まあ、それ以外はですね、ほとんど無視してくれたので、先生も。過ごしてしまったわけですね。そうしますと、どうなったかというとですね、まあ、夏の大会が終わりまして、ちょっと、余談になりますけど、私の時代いつかってこと分かってたように話しますが、夏の大会、準決勝ぐらいまで行ったんです、東京の。で、勝ったチームのピッチャーが巨人軍に入ったんですけど、都立高校の松本君という子が入ったんですけど、この時代が何かというとですね、江川卓投手が、ドラフトをボイコットしたとして、で、巨人は、そのドラフトに出なかったので、なんと都立高校の生徒をね、指名した。でも松本君はかわいそうなことで、2年後に新聞の片隅に対談って書いてありました。でも、そうじゃすごいピッチャーで、でそのピッチャーに負けたんですが。で、それ以降、一生懸命勉強して、なんとか大学に行かれたいなと思っていたのですが、やはり失われた3年間って非常に大きい。で、特に英語がひどいんですよ。日本が失われてないんですよ。受験科目に必ず英語あるじゃないですか。文系だったんです。なので、まあ、浪人することになる。浪人するのはいいんです。でも1年間で受からなきゃいけないというのはこれまた大変なことで、いわゆる予備校にも行けなかったんですね。レベルが低すぎて英語で。で、どうしたかです、ね、人生って分かりませんね。きっかけってあまりにもできなかったから、普通のやり方ではできないと思ったので、高校を探した時に出会ったのが松本徹博士という、まあ、皆さん中にご存知の方いらっしゃると思いますけども、 NHK のラジオ英会話で有名だった松本徹博士、21年間 NHK でやられた先生の著書に出会って、そしてそれでその先生の学校に行くことになったんです。松本先生はところで英会話の先生として知られてますが、実はそれだけではなくて、まあ、基本は英語で考えるということを教えてまして、でご本人は小説家である、英語の小説家であるとおっしゃってるぐらい、リーディングとライティングがすごい重視されています。と同時に、演説をすごい重視されていますね。この話、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、実は松本先生は戦時中にアメリカにいました、学生時代を過ごしていました。まあ、戦前なんですけど、で、戦争が始まって、みんな日系人が隔離されたわけですよね。で、そこで松本先生は非常に英語ができてた。日本にいる時から、スピーチでいろいろ練習して英語できたので、特別に初め通訳として、活躍したんですけど、その道に全米を回ってくれって言われたんです。
これはね、ものすごい話なんですよ。ごめんなさい、日本語ばっかり話しますから、ちょっと話させてすごい話なんですよ。何かというと、戦時中ですよ。みんなジャックと日本人に言った時代に、君にお願いすると、アメリカ人に頼まれる。アメリカ人は今、偏見を持っていると思っているアメリカ人に当時いたんですね。君が英語でスピーチをしてくれたら、日本人も人間だと分かるんです。本当の話です。で、なんと全米1000回スピーチをしたんです。これ、いつか大河ドラマにしていただきたい。で、まあ、松本先生の英語と私なんかに出てますけれども、もう毎回行くと、で、1回エピソード書いてあるんですけど、今度は先生たちが集まっているところだと聞いて、まあ、そこに行って、大きな聴衆の前ですね。Very pleased to be here, but I'm quite nervous because I have never been a good student. I feel nervous in front of teachers, and I feel quite nervous because most of the audience is women. It's so unnatural for me as Japanese because in Japan, still there is some kind of discrimination.When we think about teachers, we think about male teachers, not female teachers. But looking at here, there's so many female teachers, and this is so new to me, and I feel very nervous. And come to think of it, It does show the fact that we are all the same, but we have a tendency to discriminate against the people. And I'm Japanese, and I'm here standing to talk to you as a person.というのはスピーチですね。今実はね、今適当に作ったんです。適当に作った。なぜかというと、先生の本には日本語にしか書いてないから、確かそのこと書かれたなと。要はですね、先生の前に来ると思ってて、すごいナーバスでしたと、そういう話をするわけです、最初に。で、見ると女性の先生ばっかりで、日本では男性の先生しかいないんです。女性は差別を受けてるんです。というような話から、人間同士差別をしていけないよって話をですね、なんか初めから日本人はこうですかなんかって好きではなくてされたというね、いろんな名演説をされてたんですね。で、そういうような先生でいらっしゃった。ちょっと考えてみましょう。で、ちょっと考えてきますけど、それで私はその学校に入って非常に感銘を受けまして、で、18歳、19、20、3年間勉強しました。で、実は3年後にですね、ものすごい英語ができるようになりまして、いきなり飛びますけど、松本先生の学校で英語の教師をさせていただいたんですけど、どうやってできるようになったかって、これがね、結構面白いんですよ。松本徹先生の言った通りにいろいろやったんです。一つは演説を覚えて暗唱しなさい。で、暗唱する場所がですね、代々木公園って言ったんです。代々木公園ですよ、ここですよね。で、木を見て、木と僕の葉っぱが人だと思って、こう肩にかけなさい。で、最初やらされたのがリンカーンとケネディで、4 years ago, our fathers worked for us upon this continent. Kennedy and so, all this would not be finished in the first 100 days, nor would it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this. やるんですけど、こう器用になる。あと8個いける。8個前になってやるわけです、これは。で、まあそんなものをですね、あとはね、やっぱりその暗唱というのはただ覚えて言うんではなくて、メッセージをいかに伝えるかと。ということなんですね。なのでもう何回も何回も役を通してっていうよりも、その音を聞いて、音を通してその話者の気持ちを捕まえて、そして自分なりにそれをトークしていくっていうのが練習だというような形で、会話の教材でも同じように Isn't this today? Can she be supposed to come and see us? Yes it is. I wonder how. こんな感じで、なんか人の目を見て話すみたいな練習をいろいろ、うちの中にいたらなんか本とかいろいろ散らかってるものを人のこと話してるとか、とにかく誰かに向かって話してるんだぞ、必ずコミュニケーションの土台として練習するんだぞっていうのをやらされたんですね。で、21からですね、教師として勤めまして、21から26まで、実は私高校卒業して松本先生の学校に行って、大学行ってないんです。大学行かないで英語を勉強するということになりまして、それが一つの理由は、もっともっと勉強したい、留学したい、留学のために費用を稼ごうとか言われて、見事にうちの父親の会社が倒産しまして、21の時に大学に行けたんですけども、決まってたんですけど、行けなくなってですね、これは働きながら貯めていこうということで、費
がついたら26歳になった。あ、もう僕プランしたんですけど、26で行こうと思ってたんですけど、それぐらいになったらたまるなと。で、26歳から初めて大学生になって、で、行った先が南アラバマ大学という、アメリカ人の友達が行くなと言った場所に行ったんですよ。あそこアメリカじゃない、危険だ。ちょっとその話をする前に、ここは非常にね、思い出深い場所なんです。なぜかというと、21の時から、まあ、5年間ぐらい英語の教師を松本でやったんですけど、毎月100名以上の生徒を連れて、2泊3日の英語研修合宿をやったんです。で、今は私それをちょっと引き継がさせていただいて、1日だけ10時間半でやってるんです。先ほど、おーって言いましたけど、私にしてみれば10時間半だけなんですけど、昔は2泊3日で。で、しかもですね、もう時間をフルに使いたいので、ここは結構消灯時間が厳しいんですね。2日目の夜は、ここからみんなバッグを持たせて100名以上の人を連れて、更新して渋谷であったんですけど、学校まで引き連れていくのが私の役なんですね。で、ただどうやって更新するかというと、あのケネディの演説しながらLong history of the world! Long history! リピーナスとみんなです Long history not be finished! これやるわけですよ。当時は相当迷惑だと思いますあの若い人はね、盲目的にできるので私が役もらってきて、で毎月もケネディの演説をスラーッとしながら設定して、大体15分20分で済むんですけど、そういうことをやってます。非常に思い出深い場所なんです。で、26の時に初めてアメリカに行った時に、で大学入って、で、まあ、あのキング牧師の演説に非常に感化されましたね、最終的には。で、あのコミケ運動だとか人種差別のことで非常に興味を持って行ったんです。で、まあ、行った時に、早速先行したのがコミュニケーションということで、バルト選んだ大学が、ちょっとなんか出来たての大学でいろんなことを勉強できる大学に入ったので、スピーチコミュニケーションもマスコミュニケーションも、まあ、いろんなものを音声学もいろいろ勉強させていただいたんですけど、一つはスピーチですね。これは非常に勉強になりました。何が勉強になったって、アメリカ人もスピーチ下手なんだと思ったんですスピーチ取ってると、スピーチのクラス取ってるコミュニケーション専攻の子なのに、こう教室の前に立つとみんな真っ赤になってできなかったりするんですね。ところが面白かったのは、やっぱり経験を重ねていくとうまくなる。もう放送の先生はそのものですよね。毎回こうやってみんなとか先生からフィードバックを受けているうちにうまくいくというのをさせていただきました。ちょっと自慢しますと、その時から実はアシスタントの時に、スピーチのクラスと音声学のクラスのアシスタントとして入らさせていただいて、あのアラバマっていうのは非常に南部なまりが強いでしょ。これがすごいんですよ。例えばですね、初めよく分からなかったんですけどね、You got a pen? とか言うんですよ。You got a pen? Pen? って何かなのか、ペンのことなんですよ。で、ピン、ペンの違いだとか、ネクタイのタイとタの違いとか、ハイスクールとハースクールの違いとか、それを補習として受け持ってくれていただいて、教えたんですけど、ちょっと聞きました。そんなことをいろいろね、やりながら勉強させていただいて、大学と大学院を終えて30年で帰ってきて、まあ、そんな形です。で、私が今非常に強く感じているのは、日本人はやっぱり英語力高いけれども発信力が低いのか、発信力高いけれど英語力が低いという方が非常に多くて、やっぱり松本先生のおかげで私がやった方法は、ありがたいことに英語力と発信力って両方つくような、そんなことがあまり深く考えなくていいんです。両方つくような形でやってこれたので、まあ、それを確実にしたいなと思って教えているんですけど、で、それに一番大切なのは本当に今日のテーマである多様性ですよね。発信力を高めるためには、やっぱり他の人と違うというものが非常に必要だと思いますし、それを出せるということも非常に必要ですし、ということを考えると、結構日本人はやっぱり苦手なんですね。どうしても同じになりがち。実は私が働いている場所がカプラといいまして、テスト対策法としても有名なので、テスト対策なんかはね、ちょっとちらっとかじってるんですけど、教えてる中でやってるんですけど、他の学校はこういうのを教えてるのかっていうのがいろいろあるんですよね。テンプレートとか教えるんですね。テンプレートって私全然そんな知識なかったんですけど、例えばライティングだったら、例えばスピーキングテストだったら、こういう形で答えなさい、形から入るんです。だからみんな同じことしてる。でちっとも面白くないし、点数も、まあ、満点は取れないけど、まあ、60-70% の点数を取れるようにみんな教えてるんですよね。でやっぱり日本人はそういうのが逆にしがちかなと思って、多様性というのはすごいです。でそのためにやっぱり自分自身をどうやって出せるかですね。で自分自身を出すためには、ある意味自分の殻を超えないと自分自身を出せないじゃないですか。どうしてもコンフォートゾーンと言いますけど、自分が何かできることっていうのをこう下げがちなのが日本人の謙虚さでもあるので、まあ、そこからは入りたいなと。お疲れだと思います。入っていきます。2番目のコーナーに行きたいと思います。